ローソンはホットドリンクのカップのデザインを知的障害やダウン症などの障害があるアーティストが描いたものに順次変更しています。佐賀県の福祉施設ピクファにデザインを依頼し、アーティスト全員のイラストを組み合わせたデザインなどを採用しました。絵が思い浮かぶローズワールドです。お客様からいただいたねコメントなんかもみんなと共有したいと思います。障害者アートは商品のパッケージなどへの採用が増えています。緻密で繊細なタッチやデザイン性の高さが評価されています。